朝からいろんな意味で時空が歪んでおります阪和線。この日は朝っぱらから落石の影響によりまして、直通快速が基本的に30分ほどの遅れを持って運転されていたんですが、ちょっとここでね、皆さん阪和線の時刻表をググってもらうとありがたいんですけれども、平日朝の時間帯において2段目の電車っていうのは本来運転はされていません。直通快速と紀州路快速を引っ提げないただの関空快速が大阪方面の朝に集うということはまずありえないお話です。本日遅れているこの直通快速というのが平日朝限定の快速電車で、関空快速だけというのは土休日の朝、終日夜の一部の時間帯でしか運転はされていないんですよ。やってきました先行の直通快速という名の人権のない快速電車なんですけれども、今前の4両を見てもらっているんですが、ひねのから来た分に関してはまだ世界は広く優しいんですけれども、ここからね、上に上に需要がちょっとずつ上がっていくんですが、先ほどの乗車需要というもの図で見てもらっていたんですが、前の4両はね、比較的まだマシです。だって反対側の窓から外の景色が見えるというのだけでも全然いい方なんですが、後ろです。問題は先ほどのひねのの時点で赤を示すという直通快速はこの辺りだと滅多にありえません。それも遅れの影響によるものですが、あそこまでこの時点で混んでいると逆に引きますね。そんな直通快速が行った直後、間もなく3番乗り場8時29分関空快速実質大阪方面。遅れていた直通快速の後ろを這いつくばるかのように関空快速がやってくるとのこと。まだこの時半信半疑でしたが、単体の関空快速で本当にやってくるんかという疑問を持ち合わせていたんですけれども、見てください、関空快速単体です。一応何度も言いますが、平日の朝関空快速単体で大阪方面に突っ込むということはまずダイヤ上は存在しません。しかしやってきました。これにはとある理由があるわけですが、早速時刻表には本来存在しない単体の関空快速乗っていきます。朝の早くに起きました落石、その影響で和歌山方面から来る列車が比較的に遅れていたんですが、特に黒潮とかはですね、もう平然と1時間遅れ、直通快速なんて約30分と黒潮よりはマシですが、その代わり安らぎ優しさというものはそこに存在しない。座席滑りたいなんて欲望を出した日にはもう地獄が待っている、そんな状況を図で表しております。その最中、後ろを這いつくばる関空快速はかなりまだ余裕があります。前を行く直通快速の需要というものを見ているわけですけれども、東岸和田を出た時点で紫、もうこれはね恐ろしいです。もともと泉府中を越えたあたりから、あ、人が増えてくるなという状況なんですが、遅れの影響もあってですけれども、東岸和田でもう紫が出るというのはもうありえないんです。いつもなら直通快速でも東岸和田はまだ大丈夫大丈夫って言えるところなんですが、今日の直通快速に関しては大丈夫なっていうワードを出した日には、それとは打って変わって全く反対の意味をなす世界が跳ね返されてしまう、実質カウンターを食らうようなそんな気持ちになってしまいます。そのカウンターですら弾ききれなかった需要がこの関空快速を拾うわけで、列車は泉府中に到着です。あの混雑で急いでるというのを考えれば仕方ないかもしれませんが、混んでるの嫌でも乗らないといけないっていう考えはかなりの猛者と感じます。時間っていう都合もあるかもしれませんが、泉府中でほぼ赤が占拠し紫色も現れる、人権のないというか安らぎはお盆にしかないというのを一時言ったような気がするんですけれども、もうこれを見てわかると思いますが、安らぎはお盆にしかないあの快速電車、人権なんてそこには存在しません、希望も存在しません。ちなみにそういう時の後ろの列車というのは比較的空席が目立つ状況になります。なんで前の列車が混んでいて乗れないという場合は、後ろの列車というものを調べると案外余裕あって、かなり空気が美味しい状態で乗ることができたりします。
さて、まもなく大鳥に到着するというところなんですが、ちょっと待って、これもしかして普通電車先行ったか。私にある悪夢がよぎったんですけれども、現実となったようです。まもなく大鳥に到着するんですが、この列車はどうやら4番乗り場に入るとのことですが、もう間もなくその4番乗り場の現状が姿を現します。到着すべき4番乗り場にはまだ別の電車が停車中、225系ですね。なんか見た覚えがあるんですけれども、そう、直通快速の225系です。あそこにいるということは普通電車が先を行く、そんな状態が生まれてしまいました。というのも、普通電車がここで先行してしまうと、各駅に止まりながら後ろ2本の快速電車の頭を押さえられてしまうという状態になるため、この先95キロすら出せない、そんな状態が続きます。しかし退避する駅というものがあるので、願わくばそこで先行してくれる、道を譲ってくれると信じまして、大鳥へ至ります。本当、先行された普通電車どこかで抜かさないと、マジで10分11分の遅延がさらに伸びるのは言うまでもない。その状態が続くのか、はたまたどこかで途切れるのか。さっきの直通快速だと到底乗ることはできないと感じた方や、まあ、あれに逃げられた方がこの関空快速に乗るわけですけれども、大鳥で紫オール一色でございます。これが天王寺まで続きます。もうそれはもうとんでもない状態です。対して関空快速は空席、逃げられた普通電車は上野島に停車中とのことで、あ、じゃあもうこれはもうあれですね、勝ち確でございます。上野島に到着しているということは、先行している直通快速がそこで普通電車を抜かしていくんでしょう。あ、じゃあ私たちもね、どっかで抜かせるはずです。上野島で抜かせるんだ、あ、よかった。あれ、ここで減速かかるってまさか、まさかな、先行されただと、嘘やん。そう、上野芝を後ろの2本の快速電車1本も抜かさず、この普通電車は発車していきます。これが遅延時のあるあるです。というのも、遅れが発生した時は種別という概念は崩壊します。例えば普通電車と快速電車がいる時、基本は快速電車が先に目的地の駅とかに到着するわけですが、遅れが発生すると遅延というもので、秩序というものが崩壊します。快速電車と普通電車がいまして、快速電車が普通電車よりも遅れていると仮定しましょう。その場合は普通電車がなんと先を行くっていうこともなきにしもあらずなんです。いや、そんなことないじゃん、これたまたまだよって思うんですが、これ実体験なんですけれども、昔白山系が普通電車やってる時の時代でですね、なんか阪和が遅れてた時に普通電車が先を行くっていう状態になったんですけれども、東岸和田の時点で遥か後ろに、本当後ろにいた遥かを、まあ待たずにそのまま泉府中方向まで行ったということをやってのけた路線ですので、それ以来遅れた際はもう種別という秩序を、まあ、信じなくなった自分がいるんですが、多分これはその似たようなパターンで、後ろの快速電車が遅れていて14ももパンパン、2本連続同じ方向へと向かう電車、それだったら先行した普通電車でできる限り逃げた方がいいんでしょうということになったんかは分かりませんが、直通快速と後ろにいます関空快速はこうして頭を押さえられています。これは多分3回目でしょうかね。同じ直通快速を後ろから再び見まして、三国ヶ丘に到着です。反射しているガラスというか広告というかでわかるかと思いますが、先ほどの直通快速で乗り切れなかった人たちがまたこちらでも待っています。それでも紫というか多分緑にすらならない需要で堺市へとも至りました。しかし直通快速は相も変わらず紫でございます。これに希望を持ち出そうとしたらもうダメです。到底叶いません。対して乗っている関空快速だと全然余裕はあります。一応平日の朝ラッシュ、遅れているというわけで人が先行列車に集うということになりましたが、その影響でかなりの余裕を持って堺市に到着です。一応朝ラッシュとは思えない車内の空気の通りの良さが伺えます。というか、さっきから需要のことばかり話していて、この関空快速について全然触れていなかったんですが、こいつ何なのかと言いますと、本当は関空紀州路快速です。というのも、
関西空港方面と和歌山方面から本来はそれぞれやってきて8両編成となり、大阪へと向かう種別なんですが、朝っぱらからの落石の影響で奇襲時快速がまず来れない。そして関空快速は切り離して運転するところ、おそらくですが関空快速単体としてもうあえて関西空港まで突っ込んでそれを折り返させたと考えざるを得ないでしょう。この場合でないと単体の関空快速が出来上がるということは考えにくいです。ひねのから出荷させて関空奇襲時快速を作るという手もあるんですが、それをしていないということは今回はそっちで濃厚かと思います。さてその話をしていたら杉本町へといたり、追い越すチャンスだったんですがそこに待ち人いたらず、なんならその先行はさっきも見ました直通快速とのことで、なんとこいつ鶴岡まで逃げる気満々です。本当はこんな感じでですね、遅れが発生してある程度の分数がたまると種別って秩序まもれなく崩壊します。例えば新快速が早く行くってなっても普通電車快速電車がもう先に行ったりするなんてこともまんざらありますんで、今回はある程度余裕があったはずですんで関空快速に乗っていってるんですが、もしも今回だったら例えば堺市とかですかね、時間がない早く行きたいっていう時は直通快速を乗り捨てて普通電車で行くと早く向かうことができるということもありえなくもないという話を片隅に置いておけばいつか役に立つかもしれません。列車は長居を通過です。まもなく普通電車が退避する鶴岡へと至るわけですけれども、ああもうようやくですね、前走りの直通快速が普通電車を鶴岡で抜かしていったんで、あもうこの勢いで乗りましょう、もう関空快速もここで普通電車を抜かしていくとそう信じます。ただ速度が落ちているんですよねえ、なんでここで速度が落ちることがあるんでしょうか。なんということでしょう。今見ましたか、鶴岡をこの列車は通過するはずなんですが、通過していると同時に普通電車が先を行くというとんでもない光景が生まれてしまいました。速度が落ちていたんでまさかと思ってですね、あの普通電車がいる方向にもうとっさにね一瞬だけ向けたんですけれども、本当に先走りというとんでもない光景です。で後々考えたんですが、直通快速と関空快速が同じ方向へ向かい、天王寺も18番乗り場と同じホームを使うわけで、そうなるとですね、待ち時間が発生するんで、もしかしたらその待ち時間をうまく活用するために先行で普通電車をそこにねじ込んだんかなっていうふうに考えます。てか多分それ以外考えられないんですよね、時間稼ぎにはそれするしかないんで。ハイツクバルは相手が普通電車に変わり、先行便は美少年を後にします。直後に信号機も黄色信号、速度は出せます、でもあんまり出さないでね、45キロぐらいというそんな信号機でございます。対向でやってきたのは6両編成普通電車かと思ったら関快速のようで、美少年を通過します。最近6両編成も快速運用につくことが多くなりましたが、あいつら検査をした記憶がないらしくてですね、いつ全般検査を受けるのかと不思議で不思議で今からなりません。323とかもうなんなら227すらも検査の時期になったと聞くんですから、なおさらです。先ほどの直通快速ですが普通電車へと化けまして、各駅にこの先止まっていくんですけれども、どうやら先ほどの人権のないような地獄はですね描かれなくなったわけですが、こちらの種別が変わったの分かりましたでしょうか。関空快速単体から関空奇襲時快速所定の種別へとここで元に戻すとのこと。本来はこの8時21分の電車、熊取からの電車なんですけれども、関空奇襲時快速として発車していくわけなんですが、朝の落石の影響でもう和歌山方面行ってもしゃあないということになり、多分関西空港まで一緒に行ってそこから折り返すということで生まれました朝に存在しない8両編成の関空快速。天王寺まで走ってきまして、ここから大阪環状線へと入ります。しかしこの先は関空奇襲時快速として走るとのことなんですが、実を言うと電光掲示板に不思議な表示が現れたんですね。それで念のため一旦降りたんですけれども、先ほど言ったように種別変更のためなんとここで当駅止まりの表示を出したんですよ。まさかなと思って一旦降りました。で一旦降りたんですが、よく考えたらさっきまで関空快速として走っていたわけで、それを種別変更し関空奇襲時快速とするという関係で種別としての当駅止めを出したんですが、行き先としては全然運転する
という形で合ってるんじゃないかなと考えられます。実際この後ちょっと後ろ側へ念のため移動したんですが、関空快速からバリッバリに種別変更しまして、前の4両は紀州路快速へと姿を化けました。本来はこれが所定なんです。ということで今回は朝の落石の影響で現れました、平日では絶対にありえない朝8両編成の関空快速と遅れの秩序というものについてでございました。本当に場合によってはあんな感じで快速電車を差し置いて普通電車が行くということもなきにしもあらずなんだなっていうのは頭の片隅に置いていただければ、どこかで役に立つのは絶対にありえます。ということで訳あって今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。この後は所要のため普通に乗っていたんですけれども、天王寺から新間宮の間で停車し、多分この画面のどこかに映っているであろう323の普通電車がなぜか先行し、ここで十数分の余裕から22分ほどへの遅れへと増大、約束の時間がまあかなり間に合わない、これやべえ、いけるかなっていうところまでもう心臓バクバクの状態になりました。実際この動画もし1分でも遅れたら間に合わないっていうのでボツにする気満々でしたので、いやとりあえず間に合えという意思だけでこっからは動いていました。で本当だったらね、これ何倍気が詰まってたんかなって思ったんですけれども、先行した普通列車のいた4番乗り場、どうやらこの関空紀州路そっちを使うらしくてですね、その4番乗り場が開くのを待っていたということになりました。多分あっちの普通電車よりもこっちの関空の方がダイヤ上は遅い便になってたんかと思います。なんで4番乗り場に入った時、あこれ待ってたん環状線の普通電車かってなったのは言うまでもありません。エンディングが先行したのもこれが理由です。この後車体を取る暇なんて1ミリもなかったので、ドアが開いて改札を出て信号を渡ったら一目散に走りましたとさ、おしまい。